ハンプトンコート宮殿。ハンプトンコート宮殿。ハンプトンコートパレスは、英国ロンドン南西部、リッチモンドアポンテムズロンドン特別区にある、旧王宮。宮殿は、チャリングクロスの南西11.7マイル、18.9キロメートル、ロンドン中央部から見てテムズ川の上流に位置する。宮殿は主要な観光名所として、一般公開されている。宮殿の庭園は、毎年開催される。 ハンプトンコート宮殿フラワー賞の会場となる。西洋派ネ騎士団は、この地で1236年以来、荘園を開いていた。1505年、自住町のサー・ジャイルズ・ドーベニー、サー・ジャイルズ・ドーベニーは、資産を貸し出し、ヘンリー・七世を楽しませるために使った。ヘンリー・パッセイは、英国周辺にハンプトンコートと同じスタイルの宮殿を49作ったが、 すべて現存していない。当時のヨークの大司教であり、王の主任講師だったトマス・ウルジーは、1514年に賃貸を引き継ぎ、翌1515 15年から1521年の7年間にかけて14世紀のマナハウスを再建して、現在の宮殿の基礎を作り上げた。トマス・ウルジーは大変な浪費家で、ハンプトンコートに、 英国一素晴らしい宮殿を作ったが、ヘンリー王が嫉妬したため王に宮殿を進呈した。ハンプトンコートには、チューダー朝時代の建物がわずかに残っており、後にヘンリーパスセーが手入れ、再建を行っているが、おそらく、ウルジーはアントニオ・フィラレーテやレオナルド・ダ・ブンチのようなイタリアの建築スタイルで、左右対称の設計。 古典的ディテールのピアノのびいれに建てられた壮大な邸宅など、ルネサンス時代の数奇教の宮殿を理想として計画したものと思われ、ジョナサン・フォイルによれば、ウルジーはパオロ・コルテスのデ・カーデナラトゥーに影響されたという。これは1510年に出版された数奇教のための手引き書きで、高層な建築に関するアドバイスも書かれている。長い間不明だった。 ハンプトンコートの建築計画はルネザンスの幾何学的様式に基づくように思われる。イタリアの影響は有名なテラコッタ製のローマ皇帝の胸像には希迫である。これはジョバンニ・ダ・マイアーノによるもので広大な中庭に現存している。宮殿は1525年のあたりにはウルジーの支配者ヘンリー・パッセイが使用していたが、数奇鏡は1529年まで。 そこに住み続けていた。ヘンリー王は宮殿に大ホールとロイヤルテニスコートを付け方。大ホールはイギリスの君主によって作られたものとしては中世最後のものである。テニスコートは現在でもコートテニスの試合に使用されるが、これは現代のテニスとは異なるものである。1604年に宮殿はジェームズ一世と新京都代表者との会議の会場となった。 このハンプトンコートの会議は、新京都との同意には至らず、ジェームズ王による禁帝約聖書翻訳命令へとながった。ウィリアム三世とメアリー二世の共同統治の時代、ヘンリー王が建てた部分は破壊され、新しい翼が建て増しされた。その一部は、サークリストファー・レンの監督下で行われ、居室は定期的に使用されるようになった。チューダー様式の部分の半分は、 1689年から1694年までの間に建て替えられた。庭園はオランダから招聘された造園家ダニエル・マロによってトピアリーや装飾花壇を特徴とするオランダ様式に改装された。ハンプトンコートの庭園はその後幾度かの改装が行われたが、最もオランダ様式の特徴を備えた。 プリビガーデンは1995年の大規模改修の際にマロが増援した時の状態に復元されている。女王の死後ウィリアム王は改築への興味を失った。1702年、彼はハンプトンコートで落馬し、後にその怪我によりケンジントン宮殿で死去した。後の当地では起点室は放置されたが、ジョージ2世と王妃キャロラインの時代にはさらなる改築が行われ、 ウィリアム・ケントなどの建築家が招かれて新しく家具をデザインした。女王の居室、浴室、寝室、個人用協会は現在も一般公開されている。1760年のジョージ三世即位以降、君主たちはロンドンの宮殿の方を好むようになり、ハンプトンコートは王宮としての役割を終える。当時宮殿には優美で居心地の良い居室が七十も、 あったが、2006年5月現在ではあまり使われていない。ボーイスカウト創始者の妻、オレブベーデニコール・パウエルが一時居住していたことがある。19世紀中頃の宮殿の監修の一人、サミュエル・パークスは、1854年クリミア戦争のバラクラバの戦いで、ビクトリア十字章を授与された。1796年、大ホールの復旧が開始された。 1838年に復旧工事が終わると、ビクトリア女王は宮殿を一般開放した。1989年に王の居室が大きな火災に遭うと新たに復旧工事が進められ、1995年に終了した。2009年5月1日と2日、ヘンリー・パッセイをテーマにしたアルバム、ヘンリー・パッセイの6人の妻を制作したキーボード奏者。 リックウェイクマンがここで自らのバンドにオーケストラや合唱体を加えた編成でアルバムを完全再現するライブ演奏を行った。その模様は撮影、録音され CD、DVD 及びブルー、レイディスクで発売されている。2012年のロンドンオリンピックでは自転車競技男女個人タイムトライアルの発着点となった。 ヘンリー・パッセイの王姫ジェン・シーモアは1537年にハンプトンコートで、後のエドワード6世を出産したが、12日後に死去した。彼女の幽霊は、未だ宮殿の階段に頻繁に現れると言われている。同じく、ヘンリー・パッセイのヒキャサディン・ハワードは、1542年に王の護衛に逮捕され引きずり出される直前、王の救いを求めて、 ロングギャラリーを悲鳴を上げながら走っていったと言われている。彼女の幽霊も宮殿に現れ、時々ロングギャラリーの廊下で悲鳴が聞こえると言われる。他に、アンブーリンの幽霊や、悪名高いヘンリーパスジ自身の幽霊が現れるという報告もある。2003年の12月には、ハンプトンコートに設置された有線テレビのセキュリティカメラが、長い衣装を着た不可解な人影が、 火災扉を閉めている姿の不明瞭な映像を10月に記録していたという内容が漏れ伝えられた。あるレポートによれば、宮殿はこの映像は幽霊の実在の決定的証拠を提供することになると主張した。宮殿を訪れたある女性も訪問記録のノートに自分はそのエリアで幽霊らしきものを見たと記入している。これらの現象の説明はある心理学研究者が ドアを閉めることによって他の研究者に熱効果の有効性を訴える市民グループのメンバーかもしれないと提案して以降変動が見られるトロントの幽霊探索学会によればこの人影は幽霊ではなく立ち入り禁止区域に入り込んだツアーガイドがドアを閉めたことを認めているという写真もハンプトンコートには世界的に有名な ハンプトンコート宮殿の迷路園がある。1689年から1695年のいずれの都市下にジョージ・ロンドンとヘンリー・ワイズによってウィリアム三世の目に植栽されたもので、規模は3分の1エーカー、1300平方メートル、半マイル、800メートルの散歩道を含んでいる。現在のデザインはトマス・ウルジー教のために植えられた初期の迷路とは違っていい。オリジナルは 市での木が植えられていたが、補修の際には異なった、様々な種類の木が生垣に用いられた。迷路園は、60エーカー、24万3 0平方メートルに及ぶ、川沿いの庭園の中にある。この迷路園について、多くの著者が言及している。ダニエル・デフォーは、迷路園を誤って迷宮と呼び、ユーモア小説家のジェローム・ K ・ジェロームは、著書の、 ボートの三人男で次のように触れている。ジェロームは迷路の難しさを誇張している。迷路にはあまり分岐点がなく、彼の時代にあった唯一の分岐点は間違った道に入ってもすぐに行き止まりになっていた。現在ではこれよりもさらに大きく成功な迷路が数多く存在する。近年、分岐点が三箇所新しく導入されたが、 入り口のすぐ外に展示された地図には表示されていない。このため、迷路の中を迷い歩く可能性が増えている。ハリスが述べたように、入り口から中央まで右手を常に壁に当てたままにするという右手法は未だ有効で、迷路の入り口から中央まで進み、戻ることができる。この方法は挑戦者をいくつかの袋工事に導いてはまた脱出させる。しかし、 最短距離で出られるというわけではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。